第二次カーンズタウンの戦いは、南北戦争の1864年のバレー方面、作戦中1864年7月24日に、バージニア州ウィンチェスターの郊外、カーンズタウンで起こった戦闘である。南軍ジュバルアーリー中将軍が、北軍ジョージクルック順将の部隊を完璧に破り、シェナンド渓谷から追い出してポトマック川の向こう、メリーランド州まで後退させた。 7月19日、アーリー将軍は、事態側面への一連の北軍の攻撃が失敗した。後で、ベリービルでの不安定な陣地からストラスバーグ近くの、より安全な陣地まで退くことに決めた。ウィンチェスターの軍事病院と補給庫を引き払っている間に、7月20日のラザフォード農園の戦いで、ドッドソン・ラムスウール少将の南軍部隊に、 ウィリアム・ W. ブルアブレル順将の北軍が解消した。この戦闘や、その後、ウィンチェスターの南であった一連の小さな騎兵戦での南軍の戦いぶりが、お粗末だったことで、北軍の指揮官、ジョージ・クルックとホレーショ・ライトは南軍が単に、延命工作をやっているだけであり、アーリーは、シェナンドを渓谷を離れて、リッチモンドに向かっていると判断することになった。 首都ワシントン DC に対する脅威がなくなったと見えたので、ライトは7月20日に第6軍団と第19軍団を警告から退かせて、ピーターズバーグ包囲戦を行っているユリシーズ・グラント、中将軍の支援に戻らせ、警告には、可能は軍のわずか3個手段を残すのみとなった。それに続く日々、両軍は互いに15マイル離れた宿営地に泊まり、 比較的穏やかだった。7月23日、南軍の騎兵隊がカーンズタウンの北軍前哨戦を攻撃し、激しい騎兵同士の小競り合いになった。この小戦闘で捕らえた捕虜から、アーリーはライトが出発したことを知った。アーリーはリー将軍のために、警告での作戦を続けるために、目前の勢力が落ちた敵軍を攻撃し、 ピーターズバーグのグラント軍が補強されないようにする必要があると認識した。7月24日朝、アーリーはクルックの部隊に向かって北にその軍を進めた。南軍の騎兵隊が午前中にカーンズタウンの南で北軍騎兵隊に遭遇し激しい小競り合いが起こった。伝令がクルックにその攻撃を知らせた。クルックはこの時も アーリーの不評隊が警告を離れたと信じ込んでおり、配下のニコ師団に、騎兵隊の支援をつけただけでこの攻撃に対応させた。午後早い時間に、両軍の不評隊が、戦場に到着した。南軍の陣地は、カーンズタウイの南にある、バレーパイクの両側に広がって、両側面は高地に当たり、騎兵が遮兵していた。ジョンビー・ゴードン少将の師団が、 バレーターンパイクに沿って、南軍中央を形成した。ラムスールの師団はその左に位置し、側面は、カーンズタウンの西にある、サンディリッジに接し、ウィリアム・マッド・オール、ジャクソン大尉の騎兵隊が遮蔽していた。ジョン・ブレッキンリッジ少将が指揮する、ガブリエル・ウォートン殉将の師団は、南軍右翼につき、その側面は、ジョン・シー・ボーン殉将の騎兵隊が遮変していた。 アーリーは当初、その風評隊を森の中に隠し、その騎兵隊と狙撃兵の三平線を前に出すことで、北軍を先頭に誘い、このようにして南軍の不評隊が警告を去ったとクルックに思い込ませるようにした。北軍の不評陣地はバレーパイク周辺に集まったままであり、1862年の第一次カーンズタウンの戦いで北軍が勝利した。 要因の一つであるプリッチャーズヒルは、ジェームズ・エーマリガン大佐に示させた。その右手にジョセフ・トゥーバーン大佐の師団が、サンディリッジに配置した。左手には、後の大統領ラザフォード・ヘイズの旅団が、バレーターンパイクの東に陣取った。クルックは、アブレルの騎兵隊を派遣して、南軍右手を回り込み後方につくように仕向けた。 両軍の三兵が接近し、戦闘は始まっていた。北軍の師団長たちは、勢力で勝る南軍に対峙していることが、間もなく、分かり、そのことで攻撃を躊躇しその情報をクルックに伝えた。クルックは、間もなくその師団長たちが、南軍陣地に攻撃しないことで、辛抱できなくなり、南軍の勢力に関する報告も信用しなかった。クルックはマリガンに、 ヘイズ旅団の支援で南軍を攻撃するよう命じた。午後1時、北軍風評隊はためらいながらも前進を始め、プリッチャーズヒルを開けた。マリーガン師団は、ゴードン師団に、その前進が止められた、オペクオン教会のある地帯で激しく戦った。ヘイズの旅団が支援のために前進している時に、ブレッキンリッジは、ウォートン殉賞の師団を、 バレーターンパイクとは直角に走る深い北東の谷に進ませた。ブレッキンリッジはその手段を谷に向かわせることでターンパイク上にいる北軍からその動きを遮変した。ヘイズ旅団が谷を過ぎる道路まで来るとブレッキンリッジは突撃を命じ、南軍はヘイズ隊の無防備な側面を襲って立ちどころに退却させ多くの損失を出させた。トゥーバーンは攻撃の時に マリガンの右側面を支えると期待されていたが、戦場の地形のためにマリガン隊とは離れてしまい、ほとんど戦闘に参加できなかった。ゴードンの南軍が北軍前線に開いた隙間につけ込みマリガンの右手に出たので、兵図隊が潰れた時にマリガンは南軍の二つの部隊に挟まれたことになった。マリガンは即座に退却を命じたが、その部隊を鼓舞して、 退却時に大崩れにならないように努めている時に致命傷を負った。南軍の不評隊はウィンチェスターの街を抜けるまで逃げる北軍に圧力をかけ、騎兵隊はウェストバージニア州までその追跡の足を伸ばした。アブレルの騎兵隊は命令されていたように南軍の側面を襲おうとしたが、フロントロイヤルパイク上でボーンの騎兵隊と鉢合わせした。予期しない。 南軍騎兵隊の攻撃に衝撃を受けた北軍騎兵隊はマーティンズバーグ方向に競って逃げた。逃げる騎兵隊がウィンチェスターの北で退却する北軍の市長隊や砲兵隊に遭遇すると北軍の漁車たちは敵に追いつかれたと思ってその間に強行が生じ多くの者は荷物を捨てた。荷車の多くは南軍に手に落ちないように焼かれた。夜が来ると 南軍機兵隊は、田園部を回って、退却時に、部隊から逸れた、北軍兵を探した。北軍兵の大半は、雨の中でその夜を過ごし、田園部に散開して、捕獲を免れようとした。クルックはその部隊が崩壊し、ポトマック川まで退いて、7月26日に、メリーランド州ウィリアムズポート近くで川を渡った。 この敗北と、アーリーが7月30日に、ペンシルベニア州チェンバーズバーグの町を焼いた結果、グラントは、第6及び、第19軍団を、シェナンドー渓谷に戻し、フィリップ・シェリダン少将をそこの北軍指揮官に指名した。ありがとうございます。